はい、どうもカッパ園長です。いやー、なかなかこのねテンションっていうか盛り上がりきらない今日一日ですけども、それでもね、それでもこのチャンネルのこの動画見てくださるっていう方にどうしようかなって、もう今日ね最後、もう普段だったら絶対見向きもしないような話、見向きもしないって言ったらちょっと失礼ですけどもね、このファンの方もいらっしゃると思うんでね、この香川照之さん、あとこのどうでしょう、ハリポタ、ハリーポッターシリーズってどうでしょう、ご覧となった見た人ですかね。僕はあの最終話だけ見てないんですよね。だから結末どうなったかね、内容は聞いて知ってるんですけどね、見て自分で確認してないんでわかんないですけど、ハリーポッターシリーズのこのマルフォイくんいたじゃないですか。マルフォイ、あのなんか主人公のなんだろう、ライバルとは違うけど、まあ敵役ってほどあれでもないですけども、まあまあまあ、なんかこの意地悪してくる、そういうこの位置づけのね、このキャラクターいたじゃないですか、の役者さんの話かな。香川照之さんとマルファイの話。もういいっすよ。もうスルスル。まあいいや。なんか香川照之さんなんかね、もう CM 全滅かみたいなね、言われてましたけど、一社だけ、殺虫剤とかのこの緊張、ねえ、あの CM だけは打ち切られなかったらしいですよね。へえ。どうでしょう、香川照之さん。まあ、僕の動画でなんか2、3回取り上げさせてもらいましたけどもね。うん。今なんか、あれ芸能活動まだ、謹慎自粛中なのかな、ちょっとわかんないですけども。まあちょっとね、記事見ていきましょうかね。香川照之さんが出演する殺虫剤の CM が打ち切られずに継続されることが分かりましたよと。でメーカー側の取材で判明したんだって。8月だっけ、このホステスさんへのこの性加害、ね、この辺が報じられてさ、金曜日司会のこの TBS だっけ、の番組とか、あと、日曜劇場とか、アトムのなんとかみたいなやつだっけな、あれを降板とか、あとこのトヨタとかサントリーなんかのこの CM、7社のうち6社がまあそこ終了させられちゃったんですよね。で、残るがこの緊張の愛称で知られる大日本女中菊。これがあれか、正式名称だったんだ。大日本女中菊。蚊取り線香ですよね。のみだったと。で、まあ、香川さんは殺虫スプレー、キンチョールと殺虫剤、ゴキブリムエンダーの2つの商品に CM に出演していたと。で、広告代理店関係者は香川さんの CM の継続をめぐって SNS 上で当然打ち切りだという声や、そこまでしなくてもという声が上がりましたと。で、緊張は相当議論を重ねたようですが、継続と決めたようですと。まあ、これについて僕は別に何とも思わないですかね、もう。うん、で、CM を契約期間途中で打ち切ることなく継続すると説明していると、大日本女中菊さんがね。で、9月時点ではCM の扱いは検討中としていたんですけど、なるほどね、香川さん、なんか芸能活動は続けられてるのかな、どうなんだろう。なんかこの歌舞伎役者としては、なんか先月末、10月31日、歌舞伎座、東京の、なんか出席して活動はしてたらしいですかね。でね、まあそれはいいんですけども、マルフォイくんですよね。マルフォイくんご存知ですかね。ハリポタシリーズ、まあ結構ね、僕の中では一時一世を風靡したんじゃないかな。結構なんか長編シリーズ化してたじゃないですか。ね、最初もなんかみんな小学生ぐらいのちっちゃい可愛らしい子供たちが、ね、終わる頃ね、もうみんないい加減、ね、このおっさん、おばさんって言ったら失礼か、ね、まあ、いい年齢のこの青年になってて、ちょっとなんか面白いなって感じでしたけども。で、なんで今更この、しかもなんか登場人物のこの、なんだっけ、主人公側、ハリー側じゃなくて、マルフォイ君の方の話がなんでこんな出てきてんのかっていうと、なんかね、この彼はこのハリーポッターシリーズ全てですね、全てのこのハリーポッターシリーズで出演時間がね、
なんか誰が測ったのか分かんないし、本当かどうか分かんないですけど、31分だったんだって。え、そんな短かったっけ？なんかそれぐらいしかないのに、ね、あの報酬は、受け取った報酬はね、多分これ合計かな、1400万ドル、20億円超えるみたいな。だから30分でしょってことは、なんか時給換算すると40億じゃねえかよみたいな、なんかそういう話、なんかそういうなんかこう話題になってて、いや、でもね、さ、作品に登場してる、なんかね、時間で言うとそれ30分とか、なんか小1時間なのかもしれないけど、実際にこの撮影に臨んでたその時間とかって、ね、もっと長いんじゃないの？わかんない。実際にこの撮ったけども、カットされたシーンとかもあったかもしれないじゃん。あるいはこの撮影所にこのね、出演スタッフとして、ね、実際にこの来て、仕事してた時間は、もっともっと長いじゃんね。実際にこの露出していた時間で測って、ね、時給だと40億か、あいつ、みたいな。それは違うんじゃないかなって思いますけどもね。うん。いや、なんか30分だって、賞味、登場したの。そんな短いんだ。もっと映ってたような気がするんだけどな。うん。でも逆に考えたら、このキャラクターが濃くて立ってたからさ、ね、印象が強いから、だから、子供の頃からね、うん、大人になっても、だから作品を通して、もうかなりこの、なんか役者として優秀だったってことだよね。それだけ見てる人間に、ね、そんな尺で言ったら全然出てない方なのに、そんだけなんか印象を残すことができたってことは、見た人にね。うん。でもあのシリーズって、結局、だって主人公だってもう全然、なんだ、あとなんか他に出てた作品、なんか、名前もう忘れちゃったな。誰だっけ、あれ。名前が出てこないぐらい、なんか、あれなんですけども。他の作品で見なくないですか？なんかで見た覚えがあるんだけど、でも2つぐらいしかなんかなかったような。ねえ。あと、ハーマイオニー役の女の子はなんかで、それでもなんか、大成功っていうほどなんか大成功ではないような気がするし、他の作品なんかみんな恵まれないですよね、あんまり。あんま聞かなくないですか？もう知らないだけかもしれないですけど。だから逆に言うとね、こんなに短くて、ね、もちろん収録時間はそんなもんじゃないと思いますけどもね、それだけね、見た人にこのインパクト、印象をこの与えた、ね、嫌な役を演じ切ったってことですよね。ちょっと後でもう一回、ハリポッター見るか。ちょっと僕は最終話知らないんですけど。ネットフリとかで見れるかな？ちょっとわかんないですけど。まあそんなね、マルフォイ君でした。ということで、今回は以上でございました。ではまた、ごきげんよう。